でですね、今ここに5台並べてますけど、もうね、見た方、多くの方が画面の明るさ全然違うなと思ったと思うんですよ。それではですね、じゃあどれを買えばいいのっていう話をちょっとしたいんですけど、まずですね、迷ったら、こんにちは、戸田悟です。今回は45歳からの、まあ40でも50でもいいんですけど、まあ中年以上の方のスマホ選びということで動画をお届けしたいと思います。あまり難しいことをよくわからないとか、難しいことを考えたくないとか、最新のトレンドよくわかんないっていう方でも、まあね、この動画を10分ぐらい見ていただければスパッとスマホが選べる、しかもですね、できればそのコスパに優れたものを選びたいというコンセプトでお届けしていきます。はい、今回はですね、45歳から迷わず買えるスマホ選びというですね、動画をお届けしたいと思います。まあ40歳でも50歳でもいいんですけれども、今回のポイントはですね、まず何買ったらいいか分かんないよと、スマホ何買っていいか分かんないよと、で最近のスマホに関する知識もないよと、でも失敗はしたくないよという方に向けた動画だと思ってください。はい、なので自分はもう iPhone じゃなきゃダメだよとかね、Android の Galaxy のこれがいいよって決まってる方はもうすいません、見ていただいてもあまり参考にはならないかもしれません。一応僕なりに一生懸命調べたので、ぜひ見ていただきたいんですけどね。はい、どちらかというと知識のない方が、ここがポイントなんですけど、予算3万円から4万円のベストバイを選べる動画にしたいんですよ。もうなぜ予算3万円から4万円なのかと言いますと、もう1万円台2万円台のスマホは残念ながらちょっとね、満足して使えないと僕は思います。はい、型落ちとかだったら満足して使えるのあるかもしれませんが、ちょっとね、在庫とかも不安定なので新品で買えるものを選びました。はい、で続いてもう一つ、ポイントはですね、 SIM ロックフリーのモデルを選んでます。はい、キャリアと契約しなくても買えるモデルを選んでるので、例えばね、 IIJ がいいよって契約しといてやめてポボにしようみたいなこともですね、できるわけですよ。自分で好きなキャリアとか契約体系を選んで、使えます。でも例えばね、最初から IIJ がいいからとかね、いろいろな形で買ってですね、そこで安く買えるのであれば、もっと値段安い可能性は十分あります。はい、ただ今回は回線契約をしない段階での価格で、言ってます。はい、なのでそこをね、注意して選んでください。はい、ではですね、ここにね、今代表選手となるスマホを5台用意しました。もちろんね、これがこの価格帯で買える全てではありませんが、ちょっとね、僕代表選手として5機種選んでみたので、はい、その5機種をちょっと大きさ順に並べてね、紹介していきます。大きさ順に並べた状態でちょっとね、それぞれ簡単に紹介したいんですけど、こちらがね、アクオスセンス6ですね。この動画を撮ってる時点のみんな価格ですけど、店によって多少違うかもしれませんが、3万1000円ぐらい。はい、で隣がですね、2つ目に小さい機種ですね、こちらがリノ 7A ですね。はい、でこちらはですね、4万4800円ぐらい。はい、でこれ真ん中のモデル、これがですね、Redmi Note 11 Pro 5G なんですけれども、こちら4万2980円。はい、で次ここ、これがですね、 Galaxy M23 の 5G ですね。これ 6.6 インチになります。この2つは 6.6 インチ 6.67 インチで、もしかすると逆が正解かな。はい、これが正解かもしれません。はい、で一番大きいのが元 G52J5G ですね。 52J5G 39,800 円 6.8 インチ。まずね、値段も全然違うんですけど、まず画面サイズ見てください。このね、一番大きな元 G52J はちょっと一部名前略しますけど 6.8 インチ、一番小さい、はい、アクオスセンス6は 6.1 インチ、こんだけ大きさ違うんですよ。でね、40歳以上の方ってまず結構ね、老眼入ってくる方、視力がね、弱くなる方多いと思うんですけど、そうなった時は画面が広い方が情報見やすいんですよ。はい、で同じね、ちょっとね、ヤフーを開いてみましょうか。今ね、僕が開いてる作業をしてて思った方いらっしゃると思うんですけど、画面が小さいとね、キーボードすら打ちづらいんですよ、ローマ字キーは特に。でね、これだけ違うと、これだけ文字サイズも違うじゃないですか。一覧性も全然違うんですよね。だどっちがいいって言ったら、こっちがいいに決まってるんですよ、作業性は。ただその分ね、本体が大きくなるので、ポケットの中でかさばる、あと持ちづらい。こちらはポケットの中でかさばらない、持ちやすいってあるので、正直言って僕はどっちがいいかとは言えません。皆さんのこれは好みです。なので画面サイズと本体サイズは基本比例するので、画面サイズが小さければ本体も小さいんですよ。画面が大きければ本体も大きくなるので、ここはね、皆さんのご判断でどっちがいいかを決めてください。まあね、悩んだ方は個人的にはこの真ん中辺がいいかなというふうに思います。大きくもなく小さくもなくぐらいがいいかなと思います。
でですね、今ここに5台並べてますけど、もうね、見た方、多くの方が画面の明るさ全然違うなと思ったと思うんですよ。でまずポイントなんですけど、このね、Moto G52J と、それからですね、Galaxy M23 は液晶なんですよ。この2つ液晶。でこの3つは有機EL なんですよ。でこれから買うなら、もうこの2機種には申し訳ないですけど、僕は有機EL をお勧めします。液晶は特にね、斜めから見ると暗いんですよ。ちょっと斜めから映してください。今斜めから映ってると思いますけど、この辺ね、液晶なんで暗いと思うんですよ、すごく。でね、斜めから見ないよって方多いかもしれませんが、例えばスマホを高く掲げて運動会で子供を撮るとかね、そんな時には下から見上げることになって斜めになるんで、全然違います。これね、室内だからまだこんな感じなんですけど、屋外、明るい屋外行っちゃうと明るさ全然違うんで、やっぱりね、僕のおすすめは有機EL です。液晶はちょっと厳しいです。だからこの3台ね、アクオスと、それからレドミーノート11 5G と、それからリノ 7A、 この3台は有機EL なのでいいのではないかなと思います。はい。でですね、同じ有機EL 両方非常に画面が明るいんですが、こちらのですね、レドミーノート11は、画面のリフレッシュレートっていうんですけど、書き換えが 120Hz なんです。でこちらのリノ 7A は 90Hz なんです。で何が違うかというと、画面をスクロールした時にピタッと文字止まってるんですが、こっちはねちょっとブレるんですよ。わかります？ずるっとしてるの。こっちはねピタッと文字してます。90でもね十分です。ただ120と比べるとやっぱり120の方がいいです。でちなみにアクオスは 60Hz なんですよね。文字のブレがかなりあると思います。はい。おすすめは、だからディスプレイで言ったら一番のおすすめは Redmi Note 11 Pro 5G になります。はい。でちょっと性能の話もしたいんですが、これベンチマークというアプリを使って性能を数字で表示してます。はい。でこのクラスのスマホって実は性能あんまり変わんないんですよ。今ね、これシングルコアとマルチコアってあるんですけど、まあね、これね、どっちが何かちょっとわからなくてもいいです。はい。どっちにしろ数字が大きい方が早いんですね。そんなにこれ差はありません。ただちょっと落ちます。でちょっといいです。で基本的にはこの CPU はスナップドラゴンうんたらうんたらっていう名前なんですけど、これはねスナップドラゴン690なんですよ。でこちらは、はい、スナップドラゴン695なんですよ。690は695よりちょっと劣る。これは分かりやすいですよね。ところがこいつはですね、 750G なんですよ。これね、ギャラクシーですね。はい。でギャラクシーとアクオスがちょっと違います。アクオスが690、はい。でギャラクシーが750、あとは全部695なんですよ。750の方が本来は695よりも性能高いんですが、実は750って2桁目の数字が50で、こっちは95じゃないですか。やっぱ世代が古いのでちょっと性能低いんですよ。だからまあよく分かんない方は、まあアクオスだけちょっと落ちるよと思っていただければいい。この2つはねほぼ変わりません。どっちがいいかって言ったら695の方がいいです。でアクオスはちなみにメモリーが4でストレージも64しかありません。はい。で他の4モデルは全部、はい、メモリーは6でストレージは128です。だから変わんないです。そこはアクオスだけちょっと落ちます。はい。でですね、ちょっと注目したいのが指紋認証なんですけど、これね全部指紋センサーはついてます。はい。でところが、例えばねこのモデルなんかは画面オフで電源入れるとここなんですよ、指紋センサーなので。認証してない指でやるとこうなります。で、はい、認証してる指でやると電源が入って使えると。認証してない指だとこうなって、はい、ここで指紋で認証します。はい。横についてます。基本は横が多いんです。横でもいいんですが、実はねディスプレイ内蔵の方がおすすめです。でディスプレイ内蔵は例えばねこちらリノ 7A、 それからアクオスセンス6、この2つはディスプレイ内蔵なんですよ。なので指紋はここなんですね。はい。でこの状態からこれで使えます。はい。これ使えます。はい。もう一回やりますよ、これね。はい。でなんでディスプレイ内蔵の方がいいかっていうと、車とかに取り付けた時に、バイクとかね自転車とか取り付けた時に、こういうアームでスタンド、こういうアダプターで取り付けると指紋センサー横だと使えなくなっちゃうんですよ。ディスプレイ内蔵だったらどんな時でもまず使えます。はい。なのでおすすめはディスプレイ内蔵タイプとなります。でちょっとね画面からはわからないんですけど、 eSIM っていうのに対応している製品が僕はおすすめしてます。 eSIM って何かっていうと、昔のスマホって SIM トレイにね、SIM が全部入ってたんですよ。はい。これねアクオス、これ非常に便利で、指で SIM のトレイ引き出せます。ここにね SIM のトレイが入っていて、ここに SIM をセットして、はい、データ通信ができるようになるわけなんですけど、はい。ところがね最近は eSIM っていうのが入っていて、契約したら簡単にね使えるようになる仕組みが
導入されてます、はい、でそれがついてるモデルが基本おすすめです。なぜかというと日本でも契約しやすい、あと海外で、海外の SIM を使った時にもね、現地の SIM を買いに行かなくてもインターネット上で契約が済んじゃうんですよ。なのでこれ eSIM は僕はこれから買うなら絶対だと思ってます。で eSIM はねこれだけ対応したいんですよ。 Galaxy だけ対応したいんです。 Galaxy M235G だけ対応してません。あとは全部 eSIM に対応しています。さらに残念なことにこの Galaxy M235G はお財布携帯にも対応してないんですよ。これもいただけないですよね。ちょっと落ちますよね。これは残念ですね、はい、でさらに防水もしたようです。でちなみに Redmi Note 11 Pro 5G これですね、これ非常にこれいい製品なんですが、防水じゃなくて耐水ぐらいの性能なんですね。防水がちょっと落ちるという感じです。はい、でカメラも気になる方多いと思うんですが、ぶっちゃけこのクラスだとねそんなに変わりません。画質はねちょっとね全部表示してみますね。はい、今ですねほぼ同じ条件で撮った写真をそれぞれのカメラで撮った写真を表示してるんですが、どう見えます？皆さん多分ですねカメラの性能以上にディスプレイの性能の差が大きくて、ディスプレイが明るくて綺麗なモデルは写真も綺麗に見えると思うんですよ、この辺ね。なのでカメラの性能はぶっちゃけ撮った写真をパソコンに取り込んでみる、その時にスナップ写真程度でしたらどれでも満足できると思います。ちょっといいなと思うのはリノ 7A とそれから、Redmi Note 11 Pro はなかなかいいなと僕思いました。ただ Aquos も元 G52 も Galaxy もカメラ全然十分です。すごい綺麗です。なのでカメラよりもディスプレイの差の方がスマホで撮った写真をスマホで見るという意味では大きいかなと思ってます。はい、それではですね、じゃあどれを買えばいいのっていう話をちょっとしたいんですけど、まずですね迷ったらリノ 7A かレドミノート11 Pro 5G で決まりです。はい、でレドミノート11 5G はすごいカメラ1億画素を搭載してますし、ディスプレイこんな明るいですよね。デザインもいいし、この2台はねちょっと抜けてるんですよ。ただねそれも当たり前で値段の高さがねワンツーなんですよ。これが一番高いで、これ次なんですよ。そう考えるとまあね、欠点というか弱点としては Redmi Note 11 Pro 5G は指紋センサーが本体横で、こっちは画面内蔵、はい、であとはですね防水がちょっと弱いぐらいなんですけど、まあ値段が高い分ねいいの当たり前ということで、もし迷って予算が4万5000円ぐらいまで出せるのであればこの2つのどちらかをおすすめします。はい、で画面サイズも違うのでもう好みで選んでいいと思います。はい、で大画面が欲しいよっていう方で予算を抑えたいよって方はこの Moto G52J はなかなかいい選択だと僕は思ってます。はい、やっぱりねこれだけ画面が大きいと情報量多いですよね。見やすいです。で逆にコンパクトなスマホがいいよっていう方も Aquos で決まりですよね。 Aquos Sense 6でね、で日本メーカーを応援したいよって方もアクオスとってもいいと思ってます。はい、無難な選択だと思います。アクオス一番安いですね、3万1000円ですし、これと比べると1万円以上違うので多少画面がね暗いとか性能がちょっと落ちるってのありますけど、コンパクトで値段が安いってアクオスもいいと思います。でちょっとね残念ながら Galaxy M23 は今回はちょっとお勧めしづらいかなと、位置づけ的にねお財布携帯もないですし、はい、ただね Galaxy 僕もねあの上位モデルは使ってるので Galaxy が全部悪いっていうわけでは全然なくて、今回の比較の中ではちょっとお勧めしづらいかなというふうに思いました。はい、ということで、結論簡単に申し上げますと、迷ったらこの2台のどちらか、つまり、Redmi Note 11 Pro か、Reno 7A のどちらかで、大画面が欲しければ、元 G52J、はい、でコンパクトで値段が抑えたいなら Aquos Sense 6がいいのではないかなと思いました。はい、もちろんねこれ以外のスマホもたくさんありますし、全部をね並べることもできないので、今回はね代表選手として5台を紹介しました。片落ちもありますしね、今回紹介したポイントを、参考にしながら選んでいただくと良いかなと思います。以上、45歳からのスマホ選び紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップもねスタートしておりますので応援お待ちしております。